カウンセラーの山本恵美です。今日はですね、またまた Netflix シリーズアンオーソドックスという、ドラマの話をしようかなと思います。これはね、実話を結構元にした、まあ、フィクションなんだけれども、超正統派ユダヤ人コミュニティの世界を描いてます。これ、ね、見てもらうとねすごくわかるんですけど、なかなかこれが現代のニューヨークであるのみたいな話なんですよ。16歳で結婚しなくちゃいけなくて、まあ、結婚したらこういう人生を送らなきゃいけないと。で、まあ、髪も剃らなきゃいけないし、まあ、っていう話です。でですね、これのめっちゃ面白いところが、まあ、もちろんそのコミュニティのすごさっていうか、その、まあ、現代社会の私たちから見たらコミュニティってすごくなんていうのかな、やっぱり批判的に見てしまう、すごく狭まれた世界の話のように感じるんですけど、でも女性の扱い方とかが自分たちの人生に結構シンクロしてくると思うんですよね。結婚したらこうしなきゃいけないみたいな感じは全ての女性にあって、やっぱり新婚の方とかのカウンセリングをしていても、もしかして私なんかこのみたいな、牢屋みたいな感じ、なんかいきなり楽しく仕事もして自由にやってたのか、毎日なんかご飯と夫の世話だけで終わっちゃうのみたいな、あれみたいな感じの方とかもいて、まあ、結構私たちの女性の生活ってこう結婚とかによって変わっていくんですけど、まあ、男性がね結婚とか出産とかに全然変わらない人もいるんで、まあ、女性は結婚するために引っ越したりとか仕事を変えたりとかする人もいっぱいいますから、ある意味ね、その結婚っていうものが女性の、まあ、このアンオーソドックスの中では女性の唯一の仕事ってなっていて、なおかつめっちゃ面白いのが、まあ、これ、まあ、あれですね、マリー・アントワネットと一緒なんですけど、結婚したら子供絶対作んなきゃいけないですよ。でも実は性交痛でセックスができないんですよ。で、まあ、性交痛の理由っていうのは、まあ、おおよそにセックスを知らない、お互いがセックスを知らないっていうことが多くて、なおかつ男性の前戯が下手だとか濡れてないとか、まあ、そういう物理的な単なる、情報がないっていうのがあるんだと思います。で、その、超ユダヤ正統派ユダヤ人コミュニティっていうのは、ネットとかも今の時代だけど携帯電話でネットとかで調べちゃいけないみたいな感じで、どうしてそのセックスができないのかとか、まあ私のブログ読めばわかるよみたいな感じなんですけど、まあその性交痛に対するやっぱりこの女性の体が間違ってるみたいな感じで、まあ周りからのプレッシャーとかもすごいんですよ。でお母さんとかに彼が言っちゃったりして、お母さんがあんたセックスぐらいしなきゃダメよみたいな、もうなんか、まあ、マザコンもすごいし、まあ、結構でもリアリティがあると思うんですね、そこの部分には。私はこれみんなやってるよなみたいな。で、その中でやっぱりこの女性がすごい苦しんで、で結局そのセックスもすごい嫌で、でまあ彼女はちょっとね、逃げていった、まあこれネタバレだけど逃げていって、まあ他の世界を知るんですけど、もうね遅すぎるんですよ、学ぶのが。男性がこれが当たり前だろみたいな感じで、でこれ本当にいいセックスしてたら別れてなかったじゃんみたいな感じの話で、まあいいんですけど、まあこれはねドラマだから、まあこういう風に書いてあるんだけど、結構こういう状況でも我慢してる女性っていっぱいいるんじゃないかなと思ってます。なんかこれが当たり前とか、こういう風に扱われるのが普通みたいな、だからすごいフェミニストな話ではあるんですね、この女性の自立っていうこと、人権とかで。これはこのユダヤ教の女性の中だけではなくて、まあ、私たちの中にある問題だなと思います。子供を産まない、セックスのことに対して無知でもいい、結婚すればどうにかなる、守ってもらえる、大切にされるみたいな、違うやん、自分やんみたいな、自分で守らなきゃいけないし、自分で自分のことは大切にしなきゃいけないし、結婚はゴールじゃないから、結婚を手にした時点で幸せになれると思ったら大間違いだし、セックスはなんか彼がなんかやってくれるんだろうと思って、なんか楽しくないなって思ってても大間違いじゃないですか。まあ、実際自分で楽しくしていかなきゃいけないし、それはお互いのコミュニケーションでもあるし、その相手を選ぶ時の問題でもある。
スペックでもあると。なのでこのねアンオーソドックスを見るとね、なんか全然違う世界の話に見えるんですけど、もうかなり自分たちの人生とシンクロしていくっていうところがあるんですね。うん、でまあすごくその狭間で悩むっていうか、やっぱり私たちも親がくれた文化や社会がくれている文化と自分の本当の真っ当な人生との狭間で悩むんです。だってセックスレスとかでな、いや別れるとか今まで聞いたことないしとか、なんか親は別になんか性交通の話とかしたことくれたことなんかないしみたいな、痛い時にどうすればいいかなんて誰も教えてくれなかったしみたいな感じでですね、まあこれ本当にまあアンオーソドックス自体はすごい面白い話なんですけど、まあ本当にセクシャリティっていうものの大切さみたいなもんここで見えるなと思っております。ということで今日は Netflix アンオーソドックスについてお話ししました。ぜひぜひ皆さんも見て、 Netflix 持ってる方見てみてください。ということで今日ここまでです。ご視聴ありがとうございました。